はい、どうも工藤でございます。ヘブンバーズレッド続きをプレイしていきたいと思います。はい、お久しぶりです。はい、久々にヘブンバーズレッドをやっていきたいと思います。多分結構空いたんじゃないかなと思うんですけど、1週間ぐらいやってなかったかなね。ちょっとね、まあ仕様で、はい、ゲーム実況自体をねお休みしてたりとか、まあ、あとは黒の奇跡をねちょっとやったりとかしていまして、ちょっとヘブンバーンズレッドのね実況空いてしまったんですけど、今回は、イベントストーリーのザットデイズフレンドの、ラストデイ3をねちょっとプレイしていきたいと思います。はい、なので今回でイベントストーリーは終了という感じになると思いますんで、はい、よし。特にガチャとかは、ね、はい。今ね、このピックアッププラチナガチャで、コジュ、もしくは、ヒグミンか、がね、手に入るガチャやってるんですけど、11月14だったかな?のアップデートで新しい、ね、ピックアップガチャが始まって、で、大島姉妹の、ミサリンとかがね、ミサリン?違う、ミサリンじゃないわ。ニーナちゃん。ニーナちゃんと、みのりちゃんだ。うん。の二人がね、はい、出るね、ピックアップガチャが開催されるそうなんですが、まあ、どっちを引くかっていうところは迷いどころだよね。まあ、正直、コジュとヒグミンどっちか欲しいなっていうのはあって、ヒグミン結構強いんだっけ?スキル攻撃力、クリティカル率、クリティカルダメージを上げて DP も回復するっていうね、結構強いから、ヒグミンちょっと欲しいなっていうのはあるんだよね。まあだから、引いちゃうか。結局ね、引いちゃいましょうか。どうせ今日でね、ザットデイズフレンドラストになるので、まあせっかくだし、まあ今ちょうど4970もあるので、まあまあまあ、引いてみますか。まあ当たる当たらないはあると思いますがね。行くか。行くぞ、じゃあ。早速ですが。ちょっとあんまり引く予定はなかったんだけど、今ちょっと喋っててやっぱり引きたくなったんで、まあコジュかヒグミが出ればいいなというところでね。はい。クォーツ3000個を使用してガチャを10回引きますか。行くよ。11月14日までだから、今日ね、12日なんですよ。あと2日ぐらいありますけど、いきます。10回引く。さあ来い。ダメか。あー、ダメだな、こりゃこれはダメですね。2、3、4、はい、5、6、7、8、9、この次だね。さあ来い。ダメか。チキショー、ダメだったか。なんかいけそうな気したんだけどな。残念残念残念。結局、2回ぐらい引いた ?2 回、3回ぐらい引いたけど、全然出なかったね、今回のガチャね。外ればっかりでした。ここ最近ちょっとあまり当たってないかなっていう感じしますね。まあ、この前のね、リサママ?リサママがちょっとね、たまたま当たったっていうぐらいで。あ、でもね、今度のね、ピックアップガチャね、確か、またね、1日1回無料で引けるガチャらしいので、もしかしたら当たる可能性はありますね。はい。というわけで、ちょっとガチャはね、外れてしまったんですが、イベントはね、もうラストまで駆け抜けていきますので、じゃあ続きからやっていきましょう。ほい。お、アセット更新ね。はいはい。ちょっとアセットの整理したんだよね。そしたらね、2ギガぐらいね、容量が軽くなりました。
前回のデイ2はイベントじゃないや、ライブもありましたよね。うん。どんな感じで終わったんだっけ？ちょっと間が空いてしまったんで、若干記憶が、うん。まあ思い出しながらやっていけるでしょう。デイ3、朝6時30分。そうだ、コジュのさ、その小学校からの大親友、あやめちゃんだっけ、ちょっと名前忘れちゃった、あやめちゃんだったかな、は実は病気は良くなかったんだよね。そう、実は病気で亡くなってたんだけど、幽霊としてコジュの近くにずっといてくれたんだけど、そのあやめちゃんをちょっとこう、なんていうのかな、ひどい言葉をかけてしまったというか、うん、で、コジは後悔してるんだよね。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。さらに薄くなってる？どう？体、また薄くなってる気がするな。あ、はあ。これからどうしよう。とりあえず、かやむりさんに会いに行こう。うん。おいっしょ。こっちにいますね。あれ？外か。じゃあメイン通りに行きましょう。なんかちょっとね、間空いちゃってるんであんま覚えてないですけど、なんか確かにこんな薄かったっけって なるね。私の霊力が尽きようとしているのかもしれません。でも多分ルカちゃんが言ってんのは霊体の方じゃなくて本体の方のことも言ってんじゃない？違う、そっちの体じゃなくて本体が。やっぱり本体？コジュの心臓が止まった。え？え？心臓が止まった？え？イチゴ、コジは？カヤモリか。ひとまず危ねえ状態は乗り越えたみて。おお。はい。ですが、予断を許さない状態です。今年の体。さあ。一体ヒイラギに何が起こってんだよ。え、本体にまで影響が出始めた？すみません、どんな検査をしても原因が分からなくて。そんにゃ、原因不明か。調べ尽くしてやりたいが、それは私の仕事ではないな。今後も常にヒイラギさんのバイタルチェックを行い、異常があればすぐに対応できるようにしておきます。心臓は今動いてんのか、止まってるけど、なんとかその機械的なものでなんとかね、してるってことなのかな、どうなんだろう。ああ、頼む。最善を尽くします。マジか、本体にもタイムリミットというか来てるね。そうですよね、魂が抜けているんだから、体がいつ死んでもおかしくないですよね。体の様子だと、あと一日持つかどうか。マジか。コジュン、くそ、じゃあ早く悪霊を倒さないと。でも、私の弱った霊力で悪霊に対抗するには。諦めるな、何か方法があるはずだ。もう一度私がお札を使ってみるから。セークリッドウォールね。カヤモリさん、およ。 31A および 31B 総員、司令官室へ出頭。今度は 31B も一緒だ。
大岳さんのキャンサーについての任務だな。行こうぜ、小樹。はい。これは久々の31Bとの合同任務。火曜準備7時45分。おお、なんだ。よく集まってくれたわ。これからあなたたち2部隊には大岳山の山道に陣取るキャンサーの調査に向かってほしい。うんうん。こんな時にかよ。ヒイラギさんのことが心配なのは承知しているわ。でも軍として監視設備への経路を塞ぐキャンサーをそのままにしておけないの。だったら何も私らじゃなくてもいいだろう。まあ確かに、大岳山のキャンサーを知る部隊でなくては調査の意味がないわ。うん、まあ一度ね、キャンサー倒しに行ってますから、それでなのか。キャンサー、私らが遭遇したやつか。ちゃんと倒したじゃねえか。いや、倒しても倒しても同じ場所に新しいキャンサーがやってくるんだ。うん、なんだそりゃ。待ってくれ司令官、あそこのキャンサーはむやみに倒しちゃダメだ。ルカちゃんの言うことをね、聞いてくれる人がなかなかいないんだよね。昨日も言ったけど、あそこのキャンサーを倒すと良くないことが起こるんだ。茅森さん、まだオカルトみたいなことを言ってるの。みたいなことってか、オカルトのことを言ってるんだよな。ことは逼迫しているのよ。うん。でもルカ落ち着け、司令官の言ってることは正しい。ユッキー、でもお前が言ってることが嘘だとも思えない。ユッキー、もう一度言ってキャンサーを調べようぜ。いや、さすがユッキーだわ。姉さん、あそこにいたキャンサーはヒイラギが何かを気にしていたにゃ。うん、ああ、そういやそうだったな。もう一度調べてみるのも悪くねえか。司令官、私らは何をすりゃいい。ドローンで監視を続けているけど、相変わらずキャンサーの方にも動きはないわ。だから一度解析しているあなたたちに、そのキャンサーを直接調べてほしい。うんうんうん。倒した後、新たなキャンサーがどう現れるのか、そこに法則性があるのか、倒した時に何か異常はないか。なるほど、いろいろ調べろってことね。どんな小さなことも見逃さないで。倒して倒して倒しまくればいいのか。ええ、作戦と呼べるものじゃないけど、何もしないわけにはいかないわ。 31A 並びに 31B に大岳さんのキャンサー調査を命じます。了解だ。しゃあ行くぜ。コージは大丈夫かな。コージ、この作戦どうなると思う。そうですね、悪霊を払わない限り新しいキャンサーがやってくるだけだと思います。だよね。そして戦えば戦うほど悪霊は力を蓄えていくか。そうだ、なんか言ってたね。戦うことでそのなんかその戦におけるその負の感情みたいなものが溜まっていくって言ってたよね。悪霊が完全復活したらどうなるの。うん、あの大岳さんの参道は意味地になります。意味地、言葉だけでもわかるヤバげなオカルトさ。そして霊道の通るこの基地は意味地に引き寄せられる他の悪霊の影響で関東最大の心霊スポットになります。はあ。え、この基地がってこと。基地が、へえ、心霊スポットになっちゃうの。言葉だけだとワクワクするオカルトさ。私の結界が弱まってから基地の中でも何人かが気配の変化に違和感を持っているようでした。ああ、なんか何人かね、あのめぐみんとか、それこそ少なからず霊感ある人もいるんだな。うん、まだ私の体が無事なうちに悪霊に対処していればよかったですね。左目で悪霊をちゃんと見ていれば払えていたのに。霊体じゃそれもできません。判断を誤ったばかりに皆さんに迷惑をかけてしまってすみません。気にしない気にしない、悪いのは悪霊なんだからさ。それより私にできることない？
今なら一応霊感少女じゃん。祠には悪霊を封じていた核となるものがあるはずです。なるほど、核。それは石だったり鏡だったり紙だったりします。それを霊力で直接封じてしまえば悪霊を鎮めることができると思います。うんうん。でも今の私の霊力じゃ。二人なら。だから今の私は霊感少女なんだろ。私と古樹の二人分の霊力なら封じられない。二人でセイクリッドウォールする。それなら確かに。やれるだけやってみようぜ。はい、そうですね。お、え、なんだ、白虎。そう、白虎も見えてるんだよね、コジのこと。そっか、白虎にはコジが見えるんだったな。うん、白虎も手伝ってくれんの。白虎が私たちを手伝ってくれるって言ってるみたいですね。いや、そう言ってるんだよ。ありがとう。よろしくね。しゃあ行くぜ。本当に薄くなってんな。出発までもう少し時間がありそうですね。うん。私は出撃の準備をしてくるよ。コジュはヘリポートのとこで待ってて。はい、わかりました。ヘリポートか。でも少しみんなの様子を見に行こうかな。ビャッコンがついてきてくれるの。ビャッコもついてきてくれるの。同じこと言ってる。ありがとう。さあさあさあ、じゃあちょっとみんなのところに行きましょうか。お、ひぐみ。白虎か。お前は動物だから我々には見えないものが見えていたりするのか。例えば今ここにヒイラギがいることをお前だけが知っているのかな。え気づいてる。そこか。ええ、樋口さん、私がいるのがわかるんですか。バカバカしい。ああ、さすがにそこまでじゃないか。猫や犬が何もない場所を見るのは人には聞こえない周波数の音に反応しているだけだ。だがヒイラギは見えると言っていたな。私に観測できないものがな。興味がないわけではないが、特に突っ込んで調べる動機もない。今は他にいくらでも研究対象があるからな。原因不明の昏睡状態も興味深いが、さっさと目覚めてくれないものかな。これでも仲間だ。なんだかんだ言いつつひぐみも心配してるってことだよね。ひぐちさん、待って待ってよ、みんなどこにいるんだ。必須イベントってわけではなさそうだね。ってことはこの辺とかにもいるかな。あ、いた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 。悪いな、うちの部隊の不始末に巻き込んじまったみてえで。いや、私らも昨日現場に行ったけど解決できなかったしな。それよりそっちは大丈夫なのか。正直結構答えてるだよな。だって葵ちゃんが亡くなった後っていうことだもんね、今ね、時系列的に。それでまた小樹がってなったらもうねえ、いちごちゃん耐えられないぞ。葵がいなくなっちまってからこれ以上誰もかけないようにって気張ってたけどうまくいかねえな。とにかく大岳さんのキャンサーを徹底的に調べようぜ。ああ、
ヒイラギが目を覚ますヒントみてえなのが見つかればいいんだけどな。イチゴさん、こっちは誰かいるかな。いないかな。本当いないね。じゃあ反対側か。あとはスモモちゃんと誰だ。スモモちゃん、ん、白子コジュ、イチゴ、スモモ、アオイヒグミン、スモモちゃんか。スモモちゃんが どっかにいるはず。お、今誰かが呼んだ。気のせいね。おお、司っちも気づいてる。若干霊感とかあんのかな。暴れ回るスモモたちに気を配ってくれていたにゃ。無茶なことをしてもこっそりフォローをしてくれてたにゃ。ヒイラギ、早く目を覚ますにゃ。スモモさん、これで全員かな。心霊現象って本当にあるのかな。カレンちゃんに聞いてみよう。サイキックはオカルトよりなのか。オカルトよりじゃねえかな、サイキックは。少し頭が重い気がしますが、きっと気圧のせいですね。おお、おたまさんも何か感じ取っている。あんたはいないかな。あ、ルカちゃんいた。臨時霊感少女としてやれるだけやってやるさ。コジュとルカちゃんのダブルセイクリッドウォール見たいね。よっしゃ。あ、ワープできない。ワープできないか。ちょっとオートオンで。いやー、どうなるかね。おそらくこの後ダンジョンというかボス戦になると思うんだけど、ボス戦でコジュがでも体は基地に置いていくよね、もちろんね。戦えるのかな。霊体として戦うってことか。気になるね。ここでみんなが来るのを待っていようかな。はい、待ちます。もうすぐ来そうだもんね。おー、勢ぞろいしてる。なんか久々に見る気がすんな。ね。なんかやっぱ、ルカちゃんの視点で見てるから、こうやって6人揃うってね、行くことってあんまりない気がするね。うん。いつでも行けるぜ。こっちは4人だけど、ね。うん。任務内容は、飛行型のキャンサーの討伐、並びに調査です。オッケー。キャンサーの行動が読めないので、くれぐれも無理はしないでください。それではお気をつけて。さあ、こう。コジュ、行こう。はい、よろしくお願いします。よし、いよいよだね。さあさあさあ、どうなるどうなる。午前01:08:30。そうだね。まあメンバー的にはこれでいいかな。うん、
問題ないはず。まあさすがに負けることはないと思うんでね。はい、じゃあこれでいきます。ほい。ちょっとストーリー状況とはね乖離しちゃうんだけど、おお、勢ぞろいだね。なんだ、前に来た時はこんな霧なかったぞ。不気味にゃ。かやもりたちが来た時はずっとこうにゃ。ああ、でも昨日よりは霧が薄い。例のキャンサーのところまで急ごうぜ。道、覚えてんのか。大丈夫だよな、ユキ。いや、この辺りは霧が多くてまともにマッピングできてないよ。あ、そうなんだ。こういう変な場所を進むときはヒイラギがやけに勘が良かったんだけどな。なるほど。コジュ、道案内できそう？どうでしょう。この霧は人の感覚を狂わせる何かを感じます。私でもうまく道を見つけられるかどうか。確かさ、左の方向にあのなんか霧が濃くて進めない道あったよね。でもやってみます。この森、誰と話をしてるにゃ。気にしないでやってくれ。今こいつオカルトにハマってんだ。言ってろ言ってろ。このイベントストーリーが終わった時に驚くことになるぞ多分。よし、みんな私についてきてくれ。まあ証明するのは難しいけどね。コジュが目覚めて、待て、カヤモリ。途中のキャンサーとの戦闘はさっさと終わらせて。まあ時間が惜しいからね。戦闘になっちまえばお前らの方が私らより強い。だから 31B は全力で援護に回る。おう。そしてお前らの攻撃の合間に外から削っていく。なるほど、サポートとして入ってくれる感じかな。じゃあいいね、それで行こう。いや、ほんといちごちゃんとの関係も良くなったよね。お、いや違うな、わかんないね。いけるかな。またこの、ちょっと待って、このスティック操作みたいな。はい、タイヤ HP スキル攻撃力ゲッチュー。またちょっと左いけるかやってみましょうか。待ってろにゃ。バトル開始時スキル攻撃力プラス 20%。 さあ、お、いけんじゃね。なんか霧晴れてるね。霧が薄くなっている。かやもりさん、進めそうです。しゃあ。ついでに言うと、なんか首の後ろがゾワゾワする。ということはこの先に、この先が当たりかもしれませんね。しゃあ行くぜ。お前がマジだって言うなら私らがついてくるさ。一応アイテムはね、回収していきたいね。サンキュー。この上か、これ登れんのか。ん、あのアイテムどこにあるんだ、あれ。ん、まったく世話の焼ける仲間だ。待て待て、この上か、ちょっと行ってみるか。上に上行って、お前がマジだって言うなら私らがついてくるけさ。ヤッキー、どこにあるの。ん、あ、この下ね。はいはい、まずちょっとなかなか操作が難しいんだよなこれな。お、パールゲッチュ。あとは、お、敵襲です。敵だ。なかなか難しいな、高低差が激しくて。おー、ナイス。やれるさ。シールドトルネード。
OK。んで、このアイテムどこにあるんだ？ちょっと待って、まずこの下の方のアイテム取りに行きたいな。くそ、まだ目的の場所に着かねえのかよ。どう？いちごさん、ご心配かけてすみません。おいおいおい、登った登った。登って、ここか。あった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 、これだ。ダイヤモンド。ゲッチ。お、ちょっと待って。やべやべやべ。んで、じゃあちょっと右から行こうか。さっさとヒイラギに目覚めてもらわんと研究に集中できん。樋口さん、ありがとう。右行けんのかこれ。ん？崖になってて無理か。ぐるっと回ってこなきゃダメ感じかな。あ、違う違う違う待って。ん？ちょっと待って待って、迷子になる迷子になるこれ。 OK。 もう誰一人ちょっとぐるっと回るかじゃん。お前がマジだって言うなら私らがついてくれる。んでこっちだな。サンキュー。この辺にあった。これだ。オニキス。んでやってやりましょう。こうすれば必ず勝てます。斬撃な。じゃあブレイクで使っちゃうか。リバースとか。あ、でもちょっと突効かねえんだ。ダメダメだ。フレームテンペストにしとこう。はい。私に任せな。やりますね。ショックにいたわ。参ります。いいじゃねえか。進みましょう。殺し合っていきましょう。一気に畳みかけようぜ。どうしようかな。ちょっと相性悪いけど。そしてこれでいけないか。ユニはさせねえ。いいですね。ふざけろ。その調子だ。これが葵の力です。やるじゃん。あ、もうちょい。皆さんすごいです。ちゃちゃちゃ、ほい。ゴー。へい。こっちだね。さっさとヒイラギに目覚めてもらわんと研究に集中できん。まあエンチャントはあってもなくてもいいんだけど。アイテムがね、あった。これだ。おお、青琥珀の雫1個。1個か。今ね、その青琥珀の雫結構欲しいんだよね。まあこのエンチャントはいいでしょう、多分。世話の焼ける仲間だ。アクセサリーのね、そのプラス枠っていうのかな。もう誰一人解放するのに結構必要なんだよね。ほい。ここがゴールだな。よし。ヒイラギ、待ってろにゃ。コジュ、この洞窟。はい、邪悪な気配が漏れてきています。さあ行くぞ。大岳山ケイブ。大岳ケイブか。行くぜ。と、あざす。斬撃か。斬撃、フレームテンペスト、ポラリス。ほい。
進む。進みましょう。殺していきましょう。どうだ。ショックに挑む。参ります。やるじゃん。ナイス。チャンスだ。てか本当にミリ残ったんだね。まあこんな感じ。これどっちだ。ちょっと下行ってみるか先に。わあ、どっちがゴールかわからんな。なるべくマップはね全部開放していきたいなと思うけど。やれやれ。強敵か。やっとくか。大丈夫。やってるで。だいぶ戦力に余裕があるからね。斬撃だな。シールドトルネード、ブレイクバースト。はい。これが葵の力です。さすが。私に任せな。相性を見直したらいかがでしょう。一気に畳みかけようぜ。バーニングインパクト。多分これでいけるはず。無理か。あ、やべ、火属性相性悪いんだった。お、ナイス、葵ちゃん。想定通りに排除完了っと。これは何だ。オッケー、これね。よし、強敵も倒したんでメインルートに戻りましょう。今回のボスはどんなやつなんだろうね。さあ、この先かな。いいわね。殺人鬼と幽霊でどっちが怖いかな。殺人鬼の方が怖い。出ました。お、これは突属性が活躍できるやつかな。だね。よっしゃ、ユッキー頑張ってくれ。ユッキーとハートフルボマーまで使っちゃうのはちょっともったいないか。でもな、リバースショットぐらいにしよっか。フレームテンペスト。はい。私も攻撃します。狂気が消えた。もらった。引き続き頑張りましょう。やるじゃねえか。ヘイ、一気に畳みかけようぜ。アタック。ざっとこんなもんだな。もうゴール見えてきたね。やっぱダンジョン自体はめちゃくちゃ短いね。まあ、ありがたいけど。よっしゃ。おっと、なんか、あ、そうだ、前回の、そうだ、なんか変なオーラまとってるっていうキャンサーをほっといてっていうか戦略的撤退したんだよね。あそこにアクセサリーがあるのはどうしたらいいんだろう。あれどうやって取るんだ。待ってろにゃ。オッケー、進む。やべえのがいるよ、やべえのが。なんかモヤモヤ出てる。いた。やっぱ昨日から全く動いてない。わけのわからねえキャンサーだな。なんかあの、もののけ姫にこういうのいたよね。なんか、なんだっけ、たたり神だっけね。おう、
カレリンは何か感じ取ってる。首の後ろがゾワゾワするにゃ。というより霊感がない人でも感じ取れるぐらい、もうものすごいなんか霊圧というかなのかな。言葉にしにくいが、なんか嫌な感じだ。そうか、別に昨日と何も変わらない。鈍感な人もいますけどね。とりあえずあいつをやっちまえばいいんだな。いや、それはダメだ。あ、何言ってんだ。あのキャンサーと戦うと負のエネルギーが溜まって悪霊が復活しちゃう。うん、司令官にもそんなこと言ってたけど、そんなオカルトじみたこと。古樹がそう教えてくれたんだ。ヒロキが？ん？そうか、わかった。もう信じてくれる姉さん。ヒロキがここを気にしてたってお前も言ってたろ。カヤモリは見える側らしいし、ヒロキが目を覚ます何かを知ってるのかもしれねえ。で、具体的にどうすりゃいい？私があそこにある壊れた祠を調べる間、キャンサーを倒さず足止めをしてほしい。うん、もちろんみんなも倒れちゃダメだ。面倒な注文が来たな。やっちまう方が楽だぜ。確かにね。ユッキーたちもその方針で頼む。ああ、了解だ。じゃあ、行くぞ。なあ、今日はえらいやる気になっとるやないか。祠を狙われてるのが分かってんだろうね。そのところにゃ、どこに行くにゃ。ん？まさかルカちゃんとコジのところに。ルカ、キャンサーがそっちに行ったぞ。え、私狙い？おーっと。え、コジ大丈夫？意味のわからん行動だな。記録しておくか。このキャンサー霊力を帯びて。ああ、霊力を帯びてるから霊体でもある古樹にも効くってことか。これじゃ霊体の私でも致命傷に。古樹やばい、逃げろ。お、なんかわかんねえけど、ここを守らなきゃいけない気がしたにゃ。おお、かっこいい。いちごさん、つももさん、かやもり、こいつ思ったより強いぞ。でもつももたちの敵じゃないにゃ。わかった、急ぐ。コジュ行くぞ。はい。いや、今のシーンちょっと感動して涙出たわ、なんか。いやー、なんだろう、なんかちょっと個人的にグッときたな。みんな、さあ行くぜ。そう、氷なんだよな、こいつな。まあ言うても、でもほい、もらった。これが葵の力です。あんま張り切りすぎるんだよ。いいですね。そう、あらねえぜ。怖いですね。ブレイカーシールドレイリバースショット、あ、いや、ホラリ選手を私に任せな。素晴らしい。葵です、行きます。お、すげえじゃん。悪い影よ、こちらを見なさい。頑張りましょう。良き未来が見えます。リバース、クロス切り、うん、で、フレームテンペスト。私も攻撃しましたね、ごめんなさい。開けろ。続けて繋げましょう。よっ、待ってました。そう、倒しきれんかったか。うわ、一気に行こうぜ。クロス切りで行け。アタック。
よっこらしょっと。へい。いけない。倒しちゃったわ。あちゃ。あちゃ。生かさず殺さず、生殺しの加減が難しいんや。モンハンもね、あの捕獲のタイミング見極めるの難しいからね。お？ああ。やばい、これででも悪霊蘇っちゃうんじゃない？蘇った悪霊をなんかわかんないけど覚醒した孤樹が霊体で倒すみたいな。おっと、今度可愛いの来た。おかわりが来たようじゃね。おかわり？ぶっ殺すなよ。足止めだからな。カレンちゃん一番苦手そう、そういうの。ブレイクバースト、シールドレイ、リバースショット。はてこいつ。ブレイク、シールド、ポラリス。ギニはさせねえ。その調子で頼むぜ。このまま押し切っちゃうぞ。オッケー、ブレイク。良き未来が見えます。リバース、クロス切り、フレームテンペスト。許しません。ちゃんとれ。砕けろ。みんなのお手伝いくれたわ。やる。へい、もうちょい。チャンスだ。はい、クロス切り。はい、くらえ。またミスった。いいところに当てちまった。ミスっていいところに当てちゃうっていうね。キャンサーの種類は多様な上、来る方向や時間に法則性は感じられないな。キリがないや。けどヒイラギのためにやれることをやんだよ。もう一回来る、もしかして。ササイモン来ないか。今のうちに。はい。最高。かやもりさん、この辺りに封印の核があるはずです。それを探しましょう。石とか鏡とか紙だっけ。きっと嫌な気配をまとっているはずです。なるほど。嫌な気配か。じゃあ目を閉じて。これだ。さあ、ガシッ。なんか全身がゾワゾワするものを掴んだ。なんだ、刀の鏡。刀の唾。それに直接封印を施します。よし、やるぞ。古樹、ジャイを退け。セイクリッドワール。きた。どう、うまくいった？おっと、なんだこの音楽は。なんだ、ダメだったか。あ、違う、こっちか。なるほど。じゃあさっきと同じ流れで。あ、違う違う違う。ほい。ジュニはさせねえ。お上手です。覚悟してください。その調子で頼むぜ。許します。魔王には真似できません。あらあら、怖いですね。はい、もらった。葵、行きます。その調子で頼む。悪い神よ、こちらを見なさい。っちゃいましょう。ずいぞー。正気です。もういいか。リバース、フレイム、クロスギー。私も攻撃します。やるね。削ってます。みんなのお手本よ。よっこらショット。一気に行こうぜ。いけるか、クロス切りだけで。いけるか。アタック、砕けろ。オッケー。またやっちまったじゃねえか。
こいつらわざと当たりに来てねえか。その悪霊の力は負のエネルギーを貯めるためにわざと来てんのかな。もっと自由に切り刻ませろ。すっきりすんわ。いや、ここは抑えていてくれ。殺し屋よりこそ、まあ殺し屋、殺人鬼、まあ同業者じゃあ同業者でも。オッケー、オッケーじゃないんだよ、ダメなんだよ、倒しちゃダメなんだよ、倒しちゃダメだけど倒してしまったって感じだね。そうそうそう、セイクリッドウォールの成果は？お？次のキャンサーが来ないの。封印はできた？終わったの？見てだな。ルカ、こっちはなんか落ち着いちまったぞ。コジュ、なんかキャンサーが来なくなったみたいだけど。でもなんかコジュの表情はあんまりよろしくないね。その必要がなくなったようです。待って、違うな違うな、これはその必要がなくなったっていうのはそういうことか、負のエネルギーが十分に溜まりきったってことか。どういうこと？間に合いませんでした。うん、これは体が震える。うん、急に体が重く。え、大玉さん、おっと、彼にまで。そんなやばいの？なんや急に。自分らどないしたんや。なんかめぐみん平気そうだけど。キャンサーが死に際に毒でも出したのか。データにないぞ。おお、なんだよこれ。すごく気持ちが悪い。コジュ、やばいやばいやばい、おかしい、間に合わなかったって。まさかキャンサーを倒しすぎたようです。マジか。負のエネルギーが満ちて悪霊が完全に力を取り戻しました。生きている人にとってはキャンサーと同じくらい、いえ対処できない分キャンサー以上の脅威になります。そうだよね、触れられないというか霊体だからね。やばいじゃん。はい、ですので私の残された霊力を全て使ってでも悪霊を封印します。え、いやダメでしょダメでしょ、そんなことしたらコジ消えちゃうんじゃないの。したらコジはどうなるんだよ。ただでさえ呪いで霊力が弱ってるんだろ、体が透けるくらい弱ってるんだろ。おお、今悪霊に対処できるのは私だけですから。てかさっきめぐみが全然平気そうにしてたのは何だったんだろう。なんかね、なんか一人全然平気そうだったけど、めぐみじゃないとみんなが仲間が。コジ、今の私は霊感少女だ。オカルトでも孤児と一緒に戦える。孤児を一人にはしない、やるぞ。はい、よし、二人でやるんだ。いける、早森さんと二人なら悪霊も抑えられ。ん、なに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 、なになになに、なんだ。あー、なんか空気が重い。ん、これは茅森さん逃げてください、取り込まれます。ん、え、
悪霊に取り込まれたってこと。うわー、何これ。なんだ、真っ暗だ。あ、一応二人でちゃんといるんだね。よかったよかった。かやもりさん。あ、ん？コージ普通にいるぞ。なんか霊体じゃなくて透けてない。コージ、ここどこ？みんなは？おそらく霊感のある私たちは悪霊の意識に取り込まれてしまったようです。悪霊の意識に取り込まれた。あ、だからなんかその意識的な部分だけが悪霊に囚われてしまったってことかな。それって私ら死んじゃったってこと。このままじっとしていれば。ですが後期でもあります。ここで悪霊を直接叩くことができれば全てが解決します。おーおーおー、そんなことできるんだね。そっか、じゃあ行こう。はい、行こうったってな、これ。え？わあ、なんかずっとまっすぐ。これカメラとか特にいじったりはできないね。とにかくまっすぐだね。なんかうつうつとした空間だね。数百年分の怨嗟の声ですね。生前の悪霊の匂い。もう人ではなくなった悪意の塊。へー、悪意の塊か。なんか広い場所に出たね。おー、なんだ。いました、あの姿。キャンサー？どういうこと？キャンサーを通して負のエネルギーを得たことであの姿になったのだと思います。なるほど。キャンサーと素手で戦うの？セラフ呼び出せない。悪霊との戦いは意志のぶつけ合いです。なるほど、より強い意志が悪霊を倒すと。キャンサーと戦う時の私たちの姿を強く想像してください。それってもしかして。眠れ、イノセントレクイエム。おお、確かにキャンサー退治ならこれってないね。私の伝説はこれから始まる。そして音楽も始まった。これはデイ2で流れたライブの音楽だね。なんだっけ、仮眠症だっけ。二人で？マジか。あ、よかった、二人じゃなかった。これが今回のラスボスかな。さすがに結構固めだな。こちらを見なさい。真似できません。クイーンテンペスト、一旦通常攻撃でいこう。私も攻撃できます。待ってきました。頑張りましょう。オッケー、ありがとうございました。どうしようかな。ブレイク、シールド、バーニングインパクトしよっか。私に任せな。覚悟してください。あんま張り切りこらせよ。怖いよ。すごい。
もうちょい。これでいける。オッケー。どうなる？おっしゃ。なんとか倒しました。戦力差があるからまあ難しくはなかったけど。やった！悪霊退治完了だ。これでどうなる？はい、これで私の呪いも。ん？ここはなんだ？ん？なんか空間が壊れてきてない？ん？なんだなんだなんだ？いけない。やばいじゃん。すぐに脱出しないと。脱出ってどうや。ん？カヤモリさん。ん？体が重い。なんで？ん？これはカヤモリさんの霊力が突きかけてる。え？すみません。私が無理をさせてしまったせいで。え、どうすんの？おおおお。くそ、せっかく悪霊を倒したのに。安心してください。カヤモリさんだけはみんなの元に返してみせます。え？え？私だけ？そのくらいの霊力なら、なんとか残っていますから。お。待て！何をする気だよ！ 3HB の皆さんに伝えてください。幽霊が見えると言った私を拒絶せず、仲間として受け入れてくれて、ありがとうございましたと。コジ！カヤモリさん、私を信じてくれてありがとうございました。よせ、コジュ！闇を切り裂け、光の道を開け。コジュ！え？どうなの？ルカちゃんだけ戻ってくる感じ？戻ってきた。コジュ、コジュ、いない。まさか本当に私だけ？バカ野郎、私だけ助かったって意味ないじゃないか。え、どうすんのこの後。体が楽になった。何だったんだ、さっきまでのは。首のゾワゾワもなくなったにゃ。寒かったのもなくなった。え、さすがにこれで終わりはないよね。体も軽くなりました。何やったんや。確かめぐみんすごすぎ。サイキッカーだからなんだろうね。すごいね、めぐみん。ルカ、何があったんだ。みんな、どうすんだ本当に。くそ、コジュ、コジュ、どっかにいるんじゃない。え、
おお。終わった。もう悪霊の気配は感じない。だけど私の霊力も完全に尽きちゃった。意識もなんだか薄くなっていく。私という存在が薄くなっていくみたい。私はこのまま消えちゃうのかな。でも悔いはないかな。私はやるべきことをちゃんとやれたから、みんなを助けることができた。私にしかできないことをちゃんとやり遂げた。向こうに行ったらあやめちゃんにまた会えるかな。あやめちゃん、私のこと許してくれるかな。あやめちゃんが助けてくれんのかな。お？こっちにも貸して。誰？この声。ずっと聞こえてた。胸が締め付けられる。懐かしい。あ、もしかしてベッドの上で目覚めるのかな。午後02:15。古樹が目を覚ました。よかった。マジか。おい柊、果たしらがわかるか。大丈夫にゃ、痛いところはないにゃ。気持ちはわかるが落ち着け。お前ら、相手は病人だぞ。古樹いや、しょうがないよな、もうな。特にお前は興奮しすぎだろ。古樹のバカ、あんなこと二度とするな。ルカ、あんなこと何を言ってんだ、カヤモリ。すみません、戻ってこられて本当によかった。はい、重ね重ねすみません。でももう大丈夫みたいです。皆さんありがとうございます。ご心配をおかけしました。さて、早速だが今回の昏睡状態についての相談を聞かせてもらおうか。思い当たる原因、昏睡中の意識の有無、臨死体験の記憶など、こと細かに教えてくれ。今じゃなくてもいいだろそれ。どんな些細な変化でも私に教えろ。そ
が、今後の研究の足がかりになる。あの、精密検査が待っているので、お話はまた明日にしていただいてもよろしいですか？ですよね。ああ、ヒイラギが目を覚ましてくれたんだ。今はそれで十分だ。樋口ももう行くにゃ。もしかしてスモモちゃんとイチゴちゃんに引っ張られて連れてかれるのかな、ヒグミン。おい、待て離せ。親しすぎに応答をするだけだ。こういう調査は記憶の新しいうちにやらないと意味がないのだ。じゃあ私らも行くか。だからヒグミンそういうキャラに見えなかったからちょっと珍しいね。そうだな。かやもりさん、本当にありがとうございました。いや気にしないで。なんかすごい体験できたし、古書と同じ世界を見られてちょっと嬉しかった。また伝染しますか？古書が元気になったらそれも悪くないね。そしたら基地の中にいたおばあさんや女の子とまた会えるしさ。そういえば、あの女の子、古樹のことを心配してたな。え、その子ってあやめちゃんじゃないの？私を？ルカ、もう行くぞ。はーい。じゃあ古樹、またね。女の子の幽霊。そっか、霊力が弱まって古樹には見えてなかったけど、ルカちゃんにはずっとそのあやめちゃんが見えてたってことなのかな。眠れないな。夜10時って書いてたっけ。体に戻れたのに何か足りない感じがする。うん、何かが欠けたような。欠けた、なんだろう。ねえ、あやめちゃん、もしかしたら近くにいるのかな。ずっと夢の中で私を応援してくれていたのはあやめちゃんなの。夢じゃないよ。あやめちゃん、おお。やっと届いた。私ずっと梢ちゃんのそばにいたけど何もできなかった。何もしてあげられなかった。でも今度は助けられた。もしかしてあやめちゃんが私の体と魂をつないでくれたの？うん、うまくできたみたいでよかった。どうして？私はあんなひどいことを言ったのに。友達だもん。友達を助けるのに理由なんてないよ。あやめちゃん、私は恨まれてると思った。でも許してもらえないかもしれないと思ってた。ずっと怖くて臆病だったから、自分が傷つきたくなくて目をそらしていた。大切な親友を見ようとしなかった。でも強くなったよ。今はこうしてまたお話ができるようになった。また梢ちゃんは私を見つけてくれたんだよ。病院でずっと一人だった私を綺麗な目で見つけてくれた。でも病気は治らなくて私は死んじゃった。
見てもらえなくなった。生きていた時よりももっと寂しくなった。そんな私を小杉ちゃんはまた見つけてくれた。本当に本当に嬉しかった。小杉ちゃん、私を見つけてくれてありがとう。私もずっとそばにいてくれてありがとう。でもこれからはずっと一緒にいられるね。うん、やっぱさよならしなきゃダメなんかな。あやめちゃん、ごめんね。こせいちゃん、本当はね、お別れを言いに来たの。え、どういうこと？小杉ちゃんを助けるのに力を全部使っちゃった。マジか。そんな、やだやだよ、あやめちゃん。やっと会えたのに。私はあなたにもらってばかりで何も返してあげられていないのに。ううん、小杉ちゃんは私にたくさんの大切なものをくれたよ。小杉ちゃんが私を見つけてくれたから。違うよ、あやめちゃんが私を見つけてくれたんだよ。ずっと一人ぼっちだった私を見つけてくれた。友達になってくれて。こせいちゃん、ありがとう。すごく嬉しい。ねえ、一つだけわがままを言ってもいい？一つじゃなくていい。何個でもいい。だからいなくなるなんて言わないで。私、小杉ちゃんの目をまた見たいの。私の目？初めて会った時すごく綺麗だった。まるで宝石みたいにキラキラしてて、その目で笑う小杉ちゃんが好きだった。ダメだよ、私の目は、左目は幽霊を浄化しちゃう。もう時間ないの。ちゃんとね、さよならがしたいから。だから最後は小杉ちゃんに見送ってほしいの。忘れないように私を目に焼き付けて。やめちゃん、分かった。ありがとう。私、絶対に忘れないよ。うん、私も最後まで覚えてるよ。大好きだよ。うん、私もずっとずっと大好きだから。うん、私も。ねえ、こせいちゃん、笑ってね。やっぱり小杉ちゃんの目すごく綺麗。最後にもう一度、私を見つけてくれてありがとう。小杉ちゃん、バイバイ。ありがとう、私の初めての友達。
ちょっと待って、あのさ、ちょっとやばいんだけどこれ。あー終わった。今回はあれですね、あのエピローグとかはないみたいだね。だよね、エピローグ終わった後のエンディングだもんね、だいたいいつもね。だから一番最後のはずなんで、はあ、ちょっとこれは泣くな、これは。ちょっと最後やばかったね。ふう。あやめちゃんの声優さん誰だ？あんまり聞いたことない声だったけど、出てくるかな？もう出てきた？見逃した？もしかして。あ、奥のかやさんかな、かなさんかな、なんか見たことあるような気もするな。でもな、いやー、よかったな今回のイベントも。あの始める前にね言ったけど、コジュその出身がね青森だ、確か設定だったから、やっぱすごいね、私も個人的に、うん、やっぱなんか親近感じゃないけどね抱いてたんだけど、いやーすげえよかった。いやほんと最後はちょっと卑怯なぐらいになんかやっぱ泣かせにかかってきますね。うん、まあそのなんだろう、ものすごくねこう凝ったなんかこう展開とかっていうわけじゃないんだけど、うん、王道っちゃ王道なんだけど、うん、まあやめちゃんがねずっと実はそばにいて守ってくれて、最終的にね工場の魂と体もなんか繋いでくれて、まあ、いたということなんで、あれこれもしかしてある、あれエピローグある、あるじゃん、あれなんだ、まだあるじゃん、なんかもう完全に終わった気になってたけど。コジュ、もう体調は大丈夫なの？復活した？はい、どこにも異常はありませんし、むしろ幽霊がよく見えます。ナチュラルにオカルト？それより、またゲストにお呼び立てしてすみません。ゲスト？なんだ？いいよ、コジラジは私も楽しいし。何コジラジって、何それ？それでは、始めましょうか。何それ何それ、面白そうなこと始めてんじゃん。4321。はい、こじらじは。久しぶりです。ヒイラギ個性のこじらせ生ラジオ。こじらじ。こじらせ生ラジオ。こじらじって。こじらじはリスナーの皆さんからお寄せいただいたお便りを中心に、痛い話やちょっと怖い話。なんだろう、あれかな、あやめちゃんと一緒にやってたこととかなのかな。そして新たに嬉しい話を教えて、私ヒイラギ個性がアドバイスしていきます。つまり何でもありってことね。あれ、なんか新しい話が混ざってるね。あ、またゲストに呼ばれました、かやもりるかです。はい、こじらしをもっと楽しんでもらいたくて、お話に幅を持たせようと思ったんです。幅というか何でもありだね。もちろんリスナーの皆さんが嬉しかったことをお便りにして送っていただくのも大歓迎です。放送部だったのかな、コジュね。ちなみにコジュは最近嬉しいことあったの？私ですか？はい、ありましたよ。いつも一人だった女霊を一緒にしてくれる人が現れました。それは怖いの方、てか私じゃん。あとすご
ごく仲良しだった親友と仲直りできました。え、今日一番に取り上げるべきトピックじゃん。ゲストに呼べないの？そうですね、今は眠っている頃ではないでしょうか。とっても気持ちよく。二人で遊んでいた頃の夢を見たりなんかして。そっか、じゃあそっとしておいてやらなくちゃな。はい。そうだよ、あのブランコのさ、一番さっきも、ね、まあ、出ましたけど、あのデイ3終了の、ね、画面で出たけど、あのコジュのね、ちっちゃい頃のコジュがブランコを遊んでるシーンがあるんだけど、あれ差分のイラストあるんだよね。やっぱそう、そういうこと。じゃあ今日も始めますよ。コジラジースタート。いいね、コジラジースタート。お、出たー、やっぱ出たー、来ました。これで全てを、これもう、これが全てを物語ってますね。うん、いやー、あやめちゃんも可愛かったな。結局そこかって話かもしれないけどね。いや、よかったよかった。めちゃくちゃ良かったです。また久々にちょっと泣かせてもらいました。おーおー、なんかいっぱいもらったな。メダルか。よしよしよし、ちょっとこの辺受け取っておいて、ギャラリーね、ちょっと最後に確認しようか。じゃあこれちょっと最後にしよう。最後、あやめちゃんのね、最後のシーンだね。で、これが、まあ、コジュが最後、その左目か、ね、左目であやめちゃんを送ってあげた時のシーンです。うわぁ、今回サムネ迷うなぁ。どうしよう。これも良きだなぁ。あ、くそ。押していこう。これもいいサムネだな。1回目とかぶっちゃうっちゃかぶっちゃうけど。わあ、迷うね。まあいいや、ちょっといろいろ吟味して決めたいと思います。はい。というわけで、イベントストーリーの That Day's Friend 終了ということになりますね。はい。いやー、めちゃくちゃよかった。これでとりあえず今出てるイベントストーリーはすべてクリアとなりますので、どうしようかな。まあ、最初の方にも言ったけど、11月14日だったかなにね、新しいガチャが出たりとかするらしいんですけど、新しいイベントストーリーかどうかはちょっと、は、イベントストーリーはね、ちょっとまだわかんないかな。これいつまで開催だ？これ30日までだもんね。だから、まあ、しばらくは多分新しいイベント出ないと思うから、ちょっとまたヘブマンスしばらくお休みになるかなと思います。はい。結構ね、ここ最近休み、一旦一区切りついてまた休みになるかなと思ったらまた新ストーリー公開されたりしてたから、なんだかんだね、ずっとヘブマンやってたんだけど、今回ばっかりはさすがに11月30日までイベントストーリーやってるみたいなんで、まあ、裏でね、イベントのプリズムバトルとかやったりとか、まあ、いろいろアイテム集めたりとかはしようかなとは思ってますけど、実況としてやるのは、またしばらく開くんじゃないかなと思います。はい。ですね。一応ね、そうだな、リサママのね、どれだっけ、リサママの、あ、これいけんじゃん。もっと甘えてもらえそう。リサママのさ、アクセサリーの、なんだっけ、
アクセサリーのさ、これか、この下のやつ、一番下のやつ、これね、欲しいっちゃ欲しいんだけど、ただ今回はね、もうちょっと、やっぱ、あまりにもいいエンディングだったから、ちょっとここでまた、なんか別のことをやるのは、なんか違うかなっていう気がしてるので、ちょっと一旦今回は置いとこうかなと思います。はい。まあ、そうだね、まあ、外伝って感じで、その、イベントストーリー出てなかったりしても、さっきのリサママのね、記憶の庭のストーリーだったりとか、まあ、ガチャ引いてみるだとか、まあ、そういったなんか、ちょっと細々したものをまとめてね、配信してみてもいいかなとは思っております。はい。なので、基本的には、明日以降は黒の奇跡、で、来週のね、金曜日かな、から、また別のゲーム、新しい別のゲームをね、始めていく予定ですので、はい。歌われるものシリーズの、モノクロームメビウスっていうゲームがあるんですけど、そっちをやっていくつもりなんで、で、そちらはね、YouTube でライブ配信やります。はい。まあ、なので、そちらもね、楽しみにしてもらえたらいいかなと思います。はい。なので、しばらくちょっとヘブマンは、なんか不定期に、なんかやりたいことがあればやるっていう形でやっていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。まあ、そのぐらいかな。でも友達商店の話もしたっけ？あの後ね、前になんか二人、ね、参加してくれて、で、メインストーリー第2章、デイ10までね、二人クリアしたって言ったんだけど、あれからさらに一人の方が、はい、やってくれたみたいで、三人になりました。はい、残り二枠となってますんで、はい、まだね、ヘブ版やってないっていう人は、ぜひやってみてほしいなと思います。はい。まあ、そんなところですかね。というわけで、じゃあちょっとね、今回、ものすごくね、いいイベントストーリーだったんですけど、今回はここまでにしたいと思います。はい。まあ、一つ心残りがあるとすれば、ガチャで、コジュが引けなかったのがちょっと心残りだね。あれ引けてたらもう今回完璧な回だったんだけど、さすがにそこまではね、難しかったみたいで。はい。まあちょっとね、また引く機会があればね、いいなというふうには感じております。はい。それでは、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。